カレーうまい。どこ行くかな。ルーシー、ごめんなさい。え？よし。合同か、ひでえことしやがる。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだな。私も同行しよう。I wonder. エルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の、いや、何でもない。悪事は見過ごせない。ただそれだけだ。 So I would write that Elsa would kill you. Did it make sense? は小規模ながら闇ギルドの連中だ。気を抜くと痛い目を見るぞ。7年間のブランクが怖いところね。でもエルザがいるから心配いらないかも。魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。いつも全力でしょうが、はあ、弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性だな。
こ行くかな。よし、ここだ。注意して進め。ものからかかってこい。燃えてきたぞ。行くぞ。これで終わりだ。仮想変輪ブルーメンブラスト。見つけたぞ、私の可愛い石。もとい、郵便物は返してもらうぞ。可愛い石？お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。行くぞ。よし。おりゃ。よっしゃ。行っちゃ行くか。
ガリューの決戦、我々の勝利だ。どこ行くかな。よいしょっと。知られたいものからかかってこい。天輪の鎧アクロソード。よし、ルーシー切り打った。たあいもない。Okay, so there are two keys here. Come here. Itai wa yo! Kanto! Tenrin no yoroi! Hakure Soda! Ikuzo!で終わりだ。天輪ブルーメンブラスト。我々の勝利だ。ふう、片付いたな。郵便物は全部無事よ。あれ、エルザ、それって。え、ああ、これか。これは私宛ての荷物なんだ。中身は大丈夫？壊れてたりしない？問題ない。幸い壊れやすいものではないんだ。あれ、エルザ、荷物が破けてるよ。穴からなんかこぼれてる。下着？これは確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ただの下着だ。ああ、それが可愛いしね。よし。郵便物はすべて持ち主に届いたようだ。よかった。郵便物には高価なものやこの世に一つしかない思い出の品だってあるから。それに届いた時の感動ったらないわよね。自分で注文して何が届くか分かっていても。そうだな。私もこの仕事を達成できて嬉しく思う。俺らには何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送ってやるよ。うえー、郵便で幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。
Yeah, I can hardly hear. That was a little weird, man. That's a little weird pop. ちょっと大事な話があるんだって。ん？私ギルドに来た理由って父親を探してなんだよね。そりゃ初耳だな。そことはあれか、お前の親父さんはフェアリーテイルにいたのか。うん、ギルダーツなんだ。いろいろあってずっと言えなかったんだけど。ちょっと待て、お前。うん、受け入れがたいよね。誰の子なんだ？サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、イライザー、いや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジン、シドニー、ミシェル、ステファニー。よっさん、どんだけ女作ってんだよ。わかった。シルビアだな。そっくりだぜ。性別とか。ああ、もう腹立つ。こんなしょうもない女たらしが親父だなんて。とにかくそういうことだから、それだけ。待てって。私が言いたかったのはそれだけ。別に家族になろうとかそういうのじゃないから。今まで通りで構わ。コーネリアの子だ、間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。そんなこんなで今頃になっちまったのさ。コーネリアは俺が唯一愛した女だ。結婚したのもコーネリアだけさ。仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのが18年前。風の頼りで行っちまったことは知ってたが、子供がいたなんて。つまりお前に気づいてやれなかった。いいよ、わざとバレないようにしてたの私だし。勝手で悪いけどさ、私はこれで胸の使いが取れた。こんなに近くに娘がいたのに。よせって。責任取れとかそういうつもりで話したんじゃないんだ。
いつも通りでいいよ。ただ一回だけ言わせて。会えてよかったよ、お父さん。かな、もう寂しい思いはさせねえ、二度とさせねえ。これからは仕事に行くのも酒飲むのもずっと一緒にいてやる。それはちょっとうざいかな。だから俺にお前を愛する資格をくれ。お父さんか、帰ったら久しぶりに会ってみようかな。いくらかは稼いだけど、ギルドの借金はおろか7年分の家賃にもならないよ。7年か、想像以上に長いんだな。いろいろ変わってたし、みんなも強くなってた。私7年も連絡してないってことになるんだよね。心配してるだろうな。お父さんに会いに行こうかな。私お父さんに会いたいって思ったの初めてかも。あのすみません、ジュード・ハートフィリアという人を探してるんですが。大変お伝えづらいのですが。ジュードさんは一月前に亡くなられました。本当にお気の毒です。What the hell am I going to do? Okay.